さあ皆さん今日もやってまいりましょう日本入国に関して大きな変更がこれまたやってまいりましたので皆さんのところに 直接影響をするお話を、えー、今日もね最新の動向ということで速報を、えー、やっていきたいと思います、えー、今日の流れなんですけどいくつかね変更があるんです、まあ、一つだけじゃないんですよねなのでまずはですね皆さんの隔離ルールについて変更がありましたこちらを外務省の一時情報を見ながら、まあ、世界各国ねどこからの国に、えー、ど,どの国に滞在歴があったらですね皆さんの,あの隔離期間がどう変わるのかこちらを、えー、僕の方 でね。まとめた表を見ながらですね。あのやっていきたいと思います。外務省の一次情報というものがまず、1つ目隔離ルールについてですね。そして2つ目、これがね。あの全ての国からの渡航者、皆さんに影響があるお話です。厚生労働省からの一次情報が。 アップデートされました。陰性証明書のルールが変更になっていますので、まあ、こちらもね、一時情報を見ながら、え皆さんの、えー、と渡航前、日本に入国帰国をする手前ね、72時間以内ですよね、出発のえ。そちらでの陰性証明のフォーマットだったり、ルールだったりが今回ね、変わりますので、 まあ、相変わらずですね、この日本入国のルールがね、コロ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 、毎週変わってるっていうことです。今回も相変わらずですね、突然の発表になりましたので、はいこのあたりね、きちんと一時情報を抑えながら、最後にまとめをやっていきたいと思います。それではまずはじめに、外務省からの一時情報ですね、隔離ルールから見てまいりましょう。 はい。えっ、ー、と、こちらはですね、3月の2日の夕方、まあ夜ですかね、えー、アップデートされたばかりの情報で、ね、皆さんにお伝えをしますが、3月の5日から、あの、これ、ベトナムがね、たえっ、ー、と、強制隔離の対象に加わるという発表がありました。今ね、ちょうどベトナム、まあ、オミクロン株ということでいいんですかね。あの、陽性率がぐっと上がりつつある。 あのピークアウトがですねまだ見えていない状況のねこんなグラフを描いていますま。ベトナムがリスクが高いという判断になったようですね。そしてあとは3月の3日、日本時間午前0時からは逆にですねこの強制隔離を求めないという緩和になっている国々が上がっておりますのでこちらについてですねえとまあいくつか情報を見てまいりましょう。ここれもね今言ったところ繰り返しに なります規制強化はベトナムそれ以外の国でここにね上がっているものについては規制が緩和されていくという流れになりますのでこれね世界各国からどの国に滞在をしていた場合、ね、ど皆さんがどの国から日本に入国帰国をするといった場合にこの隔離ルールが適用されるのかをバッチリと把握をしてまいりましょう。はい、でね隔離パターンに関しては以前はねいろいろあったんですが3日間6日間10日間とあったんですが。 今回はですね、パターンとしては3日間の強制隔離が適用されるか、されないのかという、この、ねまあ、パターンのみになりましたので、えっと、前提条件を少しだけおさらいしていきましょうか。直近でね、いろいろ変わったんですよね、この隔離ルールが。またこれ、若干めんどくさいんですけど。 いや、何が面倒くさいかっていうと、この3回目のワクチン接種が済んでるのか、済んでないのかによってね、この強制隔離、政府指定の施設で3日間の隔離が求められるのか、られないのかがですね、このように分かれます。なので、皆さんのブースターショットの状況ですね、これを皆さんでご判断をされた上で、ご自身のね、この隔離パターンっていうのを見てみてください。僕自身、僕なんかはまだね、ブースターショット打っててないので、 あのまあ、この隔離の、えー、なんだ滞在歴のリストにある国から渡航をするとなると3日間の強制隔離の対象になるわけです、まああの幸いなことに今のところフィリピンはねここからの抜けましたのでその間り。 ギリではないんですけどもブースターショットを打っているのか打ってないのかですよねこちらが問われますのでぜひご注意をされてくださいあとはこのね、まあブースターショットもそうなんだけどもジョンソンジョンソンのワクチンについてもまあ、2回分、ね、接種したとみなされるこのような変更が3月の頭から適用されていますからまあ、ここもね、あの米国だとかにお住まいの方長期滞在の方はジョンソンジョンソンを選択したよなんて方もねいらっしゃると思いますまあ、この辺りの変更があった点も 付け加えて皆さんにお伝えをさせてもらいますけどもこの辺りの詳細についてはね詳細解説前回というかまあそのこのなんだ日本入国の変更に関するお伝えをですねあの以前やったところでより詳しくあの皆さんにお伝えをしてますので はいよろしければね、こちらの動画の確かに、ね、後半の方だったと思いますから、概要欄にまたリンク貼っておきますので、ぜひこちらもですねご覧になってみてください。ということで、今回のですね日本入国の、はい、こちらの、ね、変更を当てはめると、どのようになるのか、世界各国の表を見ながら、皆さんと理解をしていきますが、それではまず、アジア圏から参りましょう。 はい。今回ね、大きく変更があったというか、まあ、一点のみですね、ベトナムが3月の5日から強制隔離3日間の対象になりましたので、ブースターショットまだ終わってないよという方が、ベトナムから日本に渡るというケースにおいては、強制隔離ね、対象になります。ぜひ、ご注意をされてください。そして、この後はもう緩和がね、ずっと続くという形でして、ついにですね、北米エリア、まあ、米国もそうなんだけども、今回ね、カナダも含めて、 あの強制隔離の対象から外れましたのでねこの点はあの影響があるよという方は結構いらっしゃるんじゃないでしょうかあとは中南米からはブラジルのサンパウロ州が対象から外れました。 はいそんな感じで続々といきますけど欧州圏が今回の更新でだいぶ少なくなくりましたねえとこれまで3日間の対象だったイギリス、イタリア、ドイツあとデンマーク、ノルウェーフランスそしてアルバニアこれらの7つの国がこの強制隔離の対象から外れましたのでこの点は欧州圏で大きな緩和が進んだと言えるんでしょう。唯一残ってるのはスススウェーデンとあとあスイス まあロシアはちょっとね別の問題で渡航年々この行き来っていうのはもうだいぶあの今ハードルが高いわけですけどもまあ一応こう残ってるということですねはいそしてえっと中東エリアに関してなんですが ここはですね緩和が進んだ国4カ国ありますイスラエル、レバノンアラブ首長国連邦とオマーンがですねこ,のこれまで3日間の強制隔離だったところが求められなくなりますのでこれは緩和ということでよろしいかと思います。ということでねこんな感じで今回ですね隔離ルールが更新されてきているということでお伝えをしましたがあともう一つですね 大きな変更がありました。2つ目のお話進んでまいりましょう厚生労働省からの一時情報が更新されまして陰性証明のルールがねこれ変更になりました早速こちらを見てまいりますけども厚労省のこちらのページ、えーえー、と検査証明書の提出に,ついて出についてなんですけども。 これ結構厳格にね見られるのでこれ準備できないと普通に日本行きの飛行機乗れないんじゃないかなこの出国前72時間以内の検査証明書提出が必要ですまあこれが提出できない場合は検疫法に基づき日本への上陸は認められませんということなのでまあ飛行機には乗れませんしまあ仮に乗れたとしてもねあの送り返されてしまうということで割とね厳密にこれやられているという状況でしたのでまあ今現在そこまでのなんだ 送り返すところまでのオペレーションがねバンバンこう行われているような皆さんからの情報は聞きませんけどもだいぶここはねピリピリしているということでよろしいかと思いますはいそれでねこの書類が準備できたとしても内容にミスがあったりするとこれまたね一悶着あるということでこの有効と認められる検体および検査方法の所定の事項を十分に確認してねと書いてあるんですが今回の 厚生労働省のの変更点っていうのはこれなんですよね。ちょょっと見ていきましょうか。まあ、ここに赤字で書いてありますけども3月の9日の日本時間午前0時からですけども「鼻腔拭い液」というですね、このタイプの検体を有効なものとして扱いますよということでねあの更新がありましたなんかねこれもう専門用語なので鼻腔拭い,い液,の唾液だとか、ね、いろいろあるんですが、鼻備員拭い液」とか「唾液」だとかねいろいろあるんですが。 まあそれらの有効な検体の,、ね、あの種類がまあ1つ今回増えましたということでこのビクヌグイ液の場合は核酸増幅検査のみ有効です、まあ、これまた何のこと言ってるのかちょっとわからないとなっちゃうんですけどちょっとこの点も補足をねこの後やっていきますけどもこういったですね変更に伴いましてこの検査証明書のフォーマットも変わったのかなちょっと見てみましょうか。 まあ一応ね、この日本入国に際しては、厚生労働省から案内されているこの検査フォーマットをね、使ってください、極力使ってくださいと案内なんだけども、必ずしもこのフォーマットでなく、現地フォーマットで払いあの作られたものでも、検体だったり検査方法ね、あとは所定のその検査日だとか、 あの医師のサインだとか必要事項が網羅されていればこれは有効なものとなりますけれどもまあとりあえずね日本政府があのおすすめしているフォーマット変わりましたのでまあどこが変わったのかねこう見ると一目瞭然ですねはいこのビクヌグイ液の検体え採取検体の選択肢ビクヌグイ液えネイサルスワブこれが増えました。ここれが増えたことによって あの結構助かかるる方いい、ね、いらっしゃゃんじゃないかと思いますあの無料検査だとか薬局での検査だとかね海外って結構やってるんですよね特に米国においてはこのネイサルスワブだったら無料でやってますよみたいなこういう検査場が多いということをお聞きしますしそれが故にですね、まあ、それを手,、えー、の手にしてね日本に入国をして。 断られてしまったとアメリカに送還されましたというこういった具体的な体験談なんかもあの以前ね舞い込んできてこれ自体も動画にあのさせてもらいましたけどもこんなトラブルがあったわけなんですね。 はいいなのででそういった方がですね、まあ、これまで NG だった鼻屈拭い液でねちょっと悔しい思いをされているとかねあの、まあ、高い、えー、ね他のビンと拭い液だとあのお金をね結構高いお金払わないと受けられないということがあったんだと思いますけどもこの辺りの選択肢が増えたというね今回は緩和の方向に 倒れていると、床のしやすさが上がっていると言ってもいいのかもしれません。で今回です、ね、でこのビクヌ群液は1つだけ条件があるわけです、拡散増幅検査のみ有効ですよということなんですよこれ何のことかというと、まあ、ここに書いてありますね、検査方法、拡散増幅検査の中にいろいろあります、RTPCR 法、ランプ法とかね、まあ、ちょっとこのほかにもありますけども。 まあ大概の場合はこの PCR 検査ということになろうかと思いますので、ここにねチェック入ってれば OK なんですけども、国だとか地域によってはですね、ランプ法とかまあ他のものにチェックが入るケースもあるかと思います。気をつけないといけないのは、ここに書いてあるですね、この拡散増幅検査 のどれかにチェックが入っていればビクヌグ液で OK ですよということなので万が一ですねこれが抗原定量検査ですよとかねこっちにチェックが入っていると多分ねこれあの有効だと認められないこれがもう注釈で、ね、きちんと書かれてますのでこの点のみには皆さんでの方でご注意をねぜひされてみてくださいぜひです、ね、このネイサルスワブで 入国が日本ね入国できたよという方に関してはあの3月頭のねもうほんと最新の,あの皆さんの体験談として是非コメント欄で教えてもらえるとあの、まあ、それによってね助かる方もいらっしゃると思います是非体験談この後あたりもお待ちしたいと思います。はい、ということでね過去動画も一応お伝えしておきましょうか日本フォーマットとしてねあの着々と準備をしたにもかかわらずトラブルに発展してしまったみたいなお話も 過去入ってますからこういうところの体験談についてもぜひねこれも貼っときますね概要欄にぜひ見てみてくださいはいという感じで、えっと、陰性証明のお話はですね、はい、あの今日皆さんにお伝えする更新事項ということでえもうとりあえずこのビクヌーウイ駅が 加わったことによってですね、まあ、意外とこれ助かるよという方いらっしゃるんじゃないかというね、この点がもう一番の変更点、皆さんにお伝えする事項ということでした。で、今回ですね、せっかくなので、あのこの陰性証明に関して、より多いですね、ご質問をいただくことがあるので、ちょっとね、これに付随して、あの今回の変更に付随してですね、いくつかあの皆さんから質問が多い、まあ、すなわち心配になってしまう点をですね、 あの3つほど補足していきたいと思います。1つ目が飛行機が遅延した場合に72時間以内というのを超えてしまうケースがあると思うんですね。この時に大丈夫ですかこういう話。あとは乗り継ぎのケースの時に何を起点どこを起点にして72時間以内なのかここの判断に迷ってしまう方,方ね。あとはお子さんと一緒の方ですよね。特に乳幼児だとか 年齢の低い方、え、これ、え、こういった方が、あの、どのように準備をすればいいのか。まあ、子供さん向けにね、何か免除みたいなものないのか、みたいなところね、心配になら,なられると思います。なので、え、この3つをですね、ちょっと補足をしていきますけど、まずは、飛行機が遅延したケース、あ、ちなみにですね、これ画面映しているのは、 厚労省が正式に公開している Q&A がありますので、このあたりの皆さんの疑問に回答をしていく。これをね、一時情報になりますからね、厚労省の案内として皆さんにご紹介をしていきたいと思います。まず飛行機が遅延した場合ですね、搭乗予定のフライトがと、えー、出発当日キャンセルまたは大幅に遅延してしまったと。これどうなりますかって話ですね。72時間を超えて、 ままった場合帰国の場合どうなりすすかとということですけども変更後のフライトが検体採取の時間から72時間を超えてしまったとでさらに、この超えた幅がですね24時間以内であれば、まあ、こういう事情があるということが説明できさえすればですねこの遅延してしまったという旨が説明できさえすれば再度の取得はありませんというですねこういった考慮が一応なされるということです。 はいで万が一ですねそれすらをもう超えてしまったすなわち96時間を超えるというケースにおいてはもうねあの再度取り直してねということないようなので一応こちらを念頭に置きながらですね皆さんのまフライトのキャンセル変更対対処ですよねこちらに生かしてもらえればと思います、えー、もう一つですねあの行きましょうか乗り継ぎのケースで、えー、ときって 起算点がどうなるののかですすよねこの辺りも載っています国際線トランジットで経由国で入国を伴わない場合経由国のなんだあ,あとは入国求められる場合とね求められない場合いろいろありますけどもこの「起産点ね」このもともといる国からの出発点から72時間以内なのかそれともトランジットするところからの72時間以内これどっちを採用すればいいの、まあ、採用されるのかっていう。 ところね悩みますよ、特にトランジットルートをあの選んでいる方についてはね、気になるところかと思いますけども、おおむねですね、えっ、ー、とどういうことかというと、はい、えー、元の出発国での,あの出発時点ですね。だからトランジット とをする手前の最初に出発する国からということで基本的には OK ということなんですがこのトランジットの時にですね空港の外に出た場合だとか空港外の宿泊施設で あの止まったよというケースにおいては、起産点が、まあ、その経由地からというふうになるようなので、皆さんのトランジットのタイミングの、ね、行動内容によって異なるということですので、この点は、ね、ぜひご注意をされてみてください、え特にですね例えば、米国で、ね、トランジットをするなんていう場合は、一時入国手続きってやんなくちゃいけなかったですなあ,あると思います。あととカナダとかもそうですよね なのでこの時にもね同じだという案内ですね空港内のホテルに宿泊する場合だとかは滞在歴はまあないということでねあのトランジットのタイミングは起算点になるわけじゃないよというふうにこれ書かれていますけどもまあそうじゃない場合ですよね、米国にねねあトランジットするにおいてえそこから空港から出てですねえ街中で1泊してまた戻って。 と,コースという場合はその米国がトランジット時点の米国があの出発地点ね滞在歴ということになりますからこの点もあのぜひご注意をされてくださいえという感じで、えー、一応ね FAQ から読み取れるケースにおいては、まあ、こんな感じでご紹介をさせてもらいましたあとこれもやっていきましょうお子さんが一緒の場合の、うん、検査証明書ねこれ必要になりますかということなんですが今回これ更新されたのかな あのちょっとねすよね。え子供も子供さんも検査証明ね取得するようにお願いしてますよと、まあ、基本的には取ってねということなんですがただしですね多くの国でやっぱりね小さなお子さんっていうのは検査が断られてしまったりっていうケースがあるみたいなので。 はい、これですね個別の事情をお伺いした上で同居する親などの保護者に帯同して入国する未就学児おおむね6歳未満という、ね、ことですけどもこういったですね、まあ、6歳未満のお子さんの場合はあの親御さん、まあ、だからあれです、ね、当該保護者ということですけど、まあ、親御さんに相当する方が、まあ、きちんと陰性証明これはも,もちろん持っているべしということになりますからこの場合はお子さんが検査証明を所持して いなくてもいなくても良いものと取り扱うこととしていますという風にでこれ言い切ってますからあのまあこれも参考にされてみてくださいただ個別の事情をあのが伺われあの質問されるとこれ答えられなければあのちょっとねあのトラブル可能性もありますのでこの点は十分ですねご注意をされた上で対応するということでよろしいかと思いますまだから小さいお子さんを連れてあの検査 がなかなかね取れ,取れないという事情がご自身で説明できる必要があるのかもしれませんが一応こういうことで、はい、案内がなされているという感じですね。えー、というわけでして今日はですね、まあ、外務省厚労省の一時情報をもとにしてこの日本入国プロセスねこれ大幅な変更といって いいのかもしれません人によってはね、うん。ということでやってみました今日のお話をまとめていきましょうあの続々とですね日付が打たれてちょこちょこと変更が入っていますまず3月の3日なのでもうこの動画が上がった時点ではすでに、えー、今日ですね13カ国の強制隔離が解除になりましたねこのタイミングで北米エリアは米国だけではなくてカナダについても あの解除になりましたし、欧州も多くの国が今回ね。対象から外れたりしています。合計で数えたら13カ国ありました。はい、そして3月の5日は逆にですね。ベトナムが今この時点でリスクがね。高まっているということで、強制隔離3日間の対象になりますので、ブースターショットが終わっていないという方はぜひご注意をされてください。え、うん、あとは3月の9日からですね。多くの国とあこれ全ての方が。 対象になりますので陰性証明の条件がネイサルスワブということでビク空拭い液ですよねこちらがあの OK ということになりましたからこの点ね皆さん是非、えー、計画に組み込んだ上であの日本入国を成功されてください。まあ、今回はね 陰性証明書がまあ新ルールということで、まあ、若干若干とかまあ人によってはまあだいぶね。助かるという方もいると思いますけどもまあ、そもそもですね。ワクチン接種証明があれば陰性証明はいらないよとしている国なんかもありますので、まあ、早いところ、この陰性証明がなくなってくれるということを願いながら、今日の動画を終わっていきたいと思います今日の情報が役立ったという方はチャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。